様のおかげで、なんとなく最後までね、いけるかな。残すところ、時計を見ながらやろうと思います。私たち、先ほど言いました、何年ぶりかの新曲踊らせていただいて、大好きな日本一を踊らせていただいた後は、時間の許す限り総踊りをかけさせたいっていただきたいと思いますので、みんな元気よく踊ってください。大丈夫？大丈夫？パパ、旗そこ？そこ。分かった。それ立ってみたよ。大丈夫？まあ、どこでもいいけど。はい。ではやってみましょう。はい、それでは参りましょう。マスターバンディー踊りたい。天の岩戸。構えて。まずは岩戸のその始め、隠れし神をいらさぬと、よろずの神の神遊び、これぞ神楽の空の上に高まる花という神々の世界がありました。太陽の神、アマテラス大御神や力自慢でいたずら好きの弟佐野の御子、その他大勢の神様が暮らしていました。佐野の御子とは大変な暴れん坊でした。日頃は優しいアマテラス佐野の御事のあまりのいたずらにお怒り、天の岩戸という岩屋に隠れてしまわれました。さあ大変です。太陽の神アマテラス大御神がお隠れになると、世の中すべてが真っ暗闇夜となり、多くの災いが起こりました。面白おかしく踊り始めました。その周りで他の神々が騒ぎ立てます。岩戸の中のアマテラス大御神は、外があまりにも賑やかなので不思議に思われて神々が来ました。そして様子を見ようと岩戸を開いて体を取り出しました。その時影で待ち構えて、時間やポイントがもっとに手を振る。西の力に西の力
そのままやっても大丈夫でしょうか。入るよ。はい。はい、どう。日本一を出る方、どうぞ中に入ってください。